巨人から海外フリーエージェント FA 兼でメジャー移籍を目指す菅野智之投手が、米メディアから熱い視線を浴びている。MLB 公式サイトのジョン・モロシ記者はメジャーを、6球団が獲得に乗り出し、2年4000万ドル約62億1300万円。3年5500万ドル約85億4300万円の大型契約を結ぶ可能性を指摘した。2年4000万ドル約62億1300万円。3年5500万ドル約85億4300万円の大型契約を結ぶ可能性を指摘した。年俸28億か。割とあり得るな。今永とかの年俸見てると普通にありそうな額。最近のメジャーって30歳の壁みたいなのなくなってね。一昔前は30超えたら途端に額が下がるみたいなの言われてたよな。平均球速上がりすぎて先発が壊れすぎてそんな贅沢なこと言ってられなくなった。菅野は人気ないからスポンサーつかなそうだし活躍しなきゃ厳しいな。平成の慶、井川、令和の友幸、菅野になりそう。こんなロートルに、トミー・ジョン未経験なのが逆にヤバいよ。藤波がウォークやからな。50億くらいは行くやろ。こんなん日本でやる意味ないよな。若い選手はそら早いうちメジャー行くわ。日本の投手はとりあえず MLB 行ってみるべき。バカみたいに稼げそう。数字だけ見たらそれぐらいもらってもおかしくないよな。今年15勝防御率1点台やし。上原コースありそう。意外と活躍するんじゃね。まだ普通に129、155キロとか出るからな。